月島北隣のピンクの地域が、集荷場集荷場、またはドイツ語から、ウムシュラークプラッツは、ポーランドのワルシャワにある、第二次世界大戦の最中ホロコーストの時代に、ワルシャワ月島から、ユダヤ人を、トレブリンカ強制収容所に移送するために利用した、鉄道の駅の跡地。集荷場はもともとは、 団地飛行の貨物駅だったもので、貨物積み下ろしのための線路や倉庫群、そして対避線路などがあった。貨物駅はもう使用されていない。駅ではなく、ウムシュラークブラッツという、荷物、貨物の積み下ろし場所というキーな印象を与える、表現が一般に使われているのは、ナチスがユダヤ人を人間ではなく、単なる物扱いしたという現れの一端として、 特徴的なこととして捉えられているためである。直接月頭に繋がっていた駅の西側部分は木の柵で仕切られていたが、後年は駅のその他の部分の壁で隔てられるようになった。様々な駅の建物、プラットホーム、保護宿泊所、病院、その他がそこまでの通りの中でそれぞれの役割を持っていた。ここでは月頭に押し込められていた人たちの移送に関する 選別も行われていた。集荷場でのユダヤ人の移送の様子1942年7月22日、ナチスはワルシャワのユダヤ人たちを貨物列車にびっしりと詰め込んで移送を開始した。ほぼ毎日のように7000人のユダヤ人が移送され、その総数にして26万5000人がガス室で殺害された。いくつかの文献では第二次世界大戦中、 ある一箇所でのものとしては、最大の大量殺戮であったと書いている。移送は、1942年9月12日に終わった。その後は、個々の移送にとって変わり、移送の次の大きな波は、1943年1月18日に、やってくることになっていた。しかし、1月18日、ワルシャワゲット放棄という3日間に及ぶ。 大規模な抵抗運動が起き、それは中止された。ユダヤ人の移相の間にも、駅のその他の部分は、ワルシャワの他のほとんどの部分のための商業や、生活物資のための貨物駅として機能し続けた。集荷場の追悼記念碑1988年、集荷場の跡地に、扉の開いた貨車に世帯紙作りの記念碑が建てられた。女流建築家。 ハンナ・ツマーレンベルクと彫刻家、ウラディスラフ・クラメルスによって設計されたものである。ありがとうございます。